女風呂入って右見ると、うん、男がいるっていう。松山です。ケントです。どうも、ゆうじです。かきです。すごい、女湯だよ。女湯の中からお送りしております。ラーメン博物館です。いろんなラーメンが置いてあってね、はい、いろんな店のいろんな味が楽しめるということで、はい、せっかくなので、全種類食べましょうか。食べるまで帰ろうてってことで、全種類食べる終わるまで、織姫くんがもし終電を逃せば福島に帰れないということですね。そしたら、ゆうじくんち泊まる。やっていきましょうか。やっていきましょう。今更だけど、すごい世界観だよね。やばいっすね。なんかディズニー来た時と同じような感動を得てる今。9種類のラーメンを全部制覇してるけど、ね、1点目はですね、琉球新麺トンドって読みますね。いただきます。これ食レポできないとまずいんでしょ。はい。なんかインスタ映えしそうだね。インスタやってないけど。いただきます。すごいあっさり。塩味が美味しいですね。うん、細麺ですごいさ、絡んでくるからさ、あっさりだけどちゃんと味感じられる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということでね、ラーメン。よし、じゃあ次どこ行きましょうか。次はこのユージラーメンという僕のお店です。よし、いただきます。ユージラーメンなんで僕が食レポします。うん、魚の出汁が本当に効いてる感じですね。こちらマグロなんですけど、香りがこっちにも伝わってくるよ。うん、どっかで聞いたことあるような食レポなんだけど、かわいいの。はい、というわけでやっていきましょう。肉じゃんだね、すごい。生地です。俺はすごい今日を期待してた。ちょっと見てみて。3点目は品そば屋っていう、あの多分横浜発祥のお店なのかな。いただきます。いただきます。あ、なんだろう、塩の他に柑橘っぽいなんか香りがするんだよ。近くにこれが、うん、9時44分の東北新幹線に乗んないと間に合わないのね。今こうじゃん、確実に間に合わないじゃん。1人2件ずつさ、残りの6件さ、お金あげるからさ。おぉ、マジでこの動画終わらせるんですか。どうするんですか。あ、適当にね、それぞれ携帯で撮って送ってくれればいいからね。こちらはですね、2代目げんこつ屋のラーメンですね。醤油味のラーメンで、多分ね、よく電車のことばっか考えててよく覚えてないんだけど、なんか魚介っぽい感じの風味もしたんだけど、多分鶏ガラとかそっち系のスープなのかな。多分普通にその日食べた中で一番美味しい部類に入るラーメンだったと思います。続いては山形県の有上海本店っていうお店にお邪魔しました。すごい麺が太くて、スープはすっごいね、なんか最後に食べるとしたら油っぽかったかもしんないけど、多分空腹時に入れたらたまんない美味しさだと思います。でも今日食べた中で一番美味しい部類に入るラーメンだったかなって思います。ということで、俺は今から一人で行くんですけど、普通に怖いです。まあラーメン屋に向かいます。なんと北海道なんとかのなんとかラーメン着きましたので、一人で食べます。恥ずかしすぎてね、できないかもしれない。一人で食レポだよ、辛くない？みんなやばい、一人だからさ、喋ってると完全に怪しい人に思われるから、まあ食べます。勘弁してください。ということで、こちら食べていきます。というわけで、肉ラーメンで、なんかスープが2層になってて、上の方から自分で食べるらしいです。はい、で食べ終わりました。ごちそうさまです。別行動することになったんですよ。一人でね、行かないといけないっていう。ゆうじがまだいる。ここだ。じゃあね。そうラーメンでございます。味噌の味がめっちゃ染みますね。心にごちそうさまです。これ一番人気なのかな、スミレっていうところ行ってきました。ということで次行きましょう。はい、こちらでございますね。先に食べ終わったゆうじくんも俺先に2個食べたから早い。はい、食べていきたいと思います。これ何？
いくらけ本当だよ、食ってみでしょ。なんですかね、本当にこってりしてるんですけど、細麺とね、すごいマッチングしてて香ばしい香りがね、はい、美味しいね、匂いが香ばしい香りと美味しい匂いと同じ。ボリュームすぎだよ、お前ボリュームすぎやん。